愛あたう限り娘を大切に育ててきました。何をすれば母は愛してくれるのだろうか。気持ち悪いのよ。本当に難しい作品ではあったと思うんです。やっぱりどんなことが起きてもめいちゃんが笑顔でいてくれたっていうのすごく大きくて、たくさんこう救われる場面がありました。もう会った時からとっても心強くて、母のように先を進んでくれる部分ももちろんありますし、でも姉のように楽しく過ごすこともできたので、すごく一瞬で大好きになりました。とにかくキラキラしてるっていう印象があって、実際会ってお話ししても年の差を感じないのに、当時22歳で10歳離れてるっていうことを知った時にかなり衝撃を受けたんですよ。幼さとめちゃくちゃ大人っぽい部分を持ち合わせてるので、すごい面白い人だなと思いました。イエーイ。妹とか年下の人っていう感覚特にないです。すっごい私戸田さんの笑い声好きなんです。うるさい？うるさくないんですよ。嘘？はい、戸田さんが笑ってくれると楽しくなるんです。はぁだから戸田さんが笑ってくれると嬉しいし楽しいし、なんか一緒に笑える時間がすごい私は好きで、より好きになる時間でした。一つのセリフについてこれどういう意味で言ってるんですかねみたいな相談をすごいさせてもらってた記憶はあります。心強い場面ももちろんありましたけど、一緒に考えてくださるので、こう寄り添いながらもこうヒントを一緒に導き出してくださったので、すごく自分自身でも考えながら、過ごせました。よーさあ、私が忘れられないのは結婚しないかの一言。結婚しないか。三浦さんがねとーっとお芝居されるんですよ結構衝撃受けて、あれ本編見たらどういう風に思うんだろうって思ったんですけど、やっぱりふーってなったからやっぱすごいって思って、距離感と声のトーンとか角度、なんかもう全てすっごい強烈でした。あれ個人的には大好物です。いや、そうやって聞くと見たくなってきますね。そうでしょ、若い時すごいんだから癖強夫婦ですねそう